ございます。おはようございます。井上和樹です。いや、キャイてんね。もちろんです。はい、もうもちろんです。もう今日は写真、いつもね、これ小さいやつで僕実践してるんですけど、今日こちら60円で拡大コピーしてきまして、でなおかつこのフレーム、これね、100均で108円で買ってました。これ168円です。で、さらに消えるために僕は身も心も清めるっていう、まあ、意味を込めてですね、この白ショート、これを Amazon で3000円で買ってました。今日の軍資金ですね、12万です。皆さんにとってはたかが12万かもしれないですけど、僕にとってはこれがもう命そのものです。本来はこの12万払わないといけないものに使うべきのお金なんですけど、例えばアコム、プロミス、東方ガス、チューブ電力、ドコモ、au、 そして LINE の闇金業者の斉藤さん、そして家賃、もうこれに本当は払うべきお金なんですけども、もうそんなこと言ってない。もう今日に全てをかけるために僕はそこにぶっ込みます。家族と共にぶっ込みます。必ず引きます。ただ万が一ですね、引けなかった場合、早尾さん、最終ゲーム、今日回せる最終ゲームを押した瞬間一気に首跳ねてください。解釈よろしくお願いします。僕は本当に今日命をかけて来てるんで、もうこの格好、監視カメラで店長さん見たら出さないとあいつ死ぬぞって多分思うはずなんですよ。そうすると何が起こるか、これですよ。人工富士養老店さんもこのね、ホールさんを殺人現場にはしたくないはずなんです。だからもうやることただ一つ、押すだけです。だからそういう期待を込めて今日はこの格好で臨もうと思います。必ずコットしてみます。頑張ります。お客さんたくさん来てくれてね。いや本当にびっくりしました。鹿児島とか、栃木とか秋田とか、江戸時代からさ、やっぱり人が死ぬところにはこう人が集まるというか、ね、そうですね。本当感謝がよろしくお願いします。4919人、はい、本当に多くの皆様フォローありがとうございました。フォローもありがとうございました。まあ、あとは、何名様ですね、私のもとへ来ていただけるかっていうところは、まあ、肝にはなってくると思いますので、まあ、最悪回せなくなった時はちょっと最悪元嫁にも電話して来てってお願いをしようかなと思いますので。ゆうこ、高弘美弘、俺4912回今日回せることになった。本当に今日だけでいいから俺に本当にもっと引かせてくれ。本当に頼む。これ引いたらちゃんとゆっくり払うから。すいません。半笑いじゃないか。そう、こっちめちゃくちゃ真剣ですからね。ほんと生半可な気持ちで来てるわけじゃないですから、本当に。いや、もうめっちゃ緊張してました。本当にもう本当に頼みます。本当にもう絶対に引きます。今日この凱旋で俺の人生全てひっくり返してみせます。運命の1枚目、もうこれで引きます。これで引きます。入れます。さらば優子、幸せをつかみ取ります。いきます。家族愛レバオン、おーす、はい、ありがとうございます。あ、はい、あ、すいません、本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやもうこんだけ人が来ていただけると本当人のぬくもりをすごい感じますね。もうなんか小学校中学校以来のなんかそんなちょっと懐かしい気持ちにちょっとなりましたね。1ゲーム右上がりきたな。まあ本当に今日は引くだけ、もう必ず仕留めます。仕留めないとほんと人生終わる。もうどんどん回します。もうノーガードでいきます。ノーガードで凱旋5台あるんですけど、皆さんリスナーさんです。本当に前ツイッターで呼びかけたんですよ。みんなで打ちましょうって言って、今本当にそういう状態になってます。いやなんかめちゃくちゃ嬉しいですね。もう本当にみんなでゴッド引いて帰ろう。本当にすみません、座りながらでごめんなさい。ありがとうございます。いやもう本当ね、俺の命がつながっている。
もういろんな人の力でおかげで本当に命をつなげることができている。もう絶対引かないでかん。本当に絶対いきます。いや早い早いですけどもういきます。もう逃げれないんで早くもう2枚目いきます。すまん有効。あの今フォロワーさんからトイレ行かないようにおむつもらいました。もう当たってもいいんじゃないかな。まずは一発当てて、まず気持ちを落ち着かせましょう。よしいいよいい。よし引いた引いた多分引いた。いきます。よし2回目もう1回。よしもう1回。よし当たりました。とりあえずまずはよしまず一発目引きました。298ゲームとりあえずよかった、当社13本です。まずは引けてよかったです。いやとりあえず命つながった。もうねもう閉店まで回す気のままなんで。よーし中金さんさんで後ほど出るやつからいくよ。よーし目よーし強い。俺の歴史レバーオン。離婚するときに嫁の優子に言われた一言、私に何か恨みでもあるの？えい！よーし取った。まず一つ目。あ、いました。よしね、今までもう僕もうずっと日陰で、まあ、暮らしてた人間なんで、こんなに多くの方にこうやって来ていただいて頑張ってって言われると、まあ、小学校中学校の時に人気者だった、まあ、クラスの人気者だったこの気持ちがきっとこんなになったんだろうなって、すごい今なんかそういう風に思います。今きっと人気者の気持ちはこういうことなんだなって。あ、すごい気持ちいいです。まあ、これはこれでものすごく気持ちいい。はい、3セット終了。1039枚です。おはようございます。おはようございます。いやね、今日はまあ来ましたね、カイジさんの公開処刑の日。今日カイジさんいるんですけど、まあカイジさんね、僕の中で唯一と言ってもいいほど強敵って書けるエビデンスって書ける人なんですけどいやフレンドシップしながらそこをなんとかディスカバリーしてリメンバーしてね、こううまいことね弾いてくれるかなって僕は思ってます。そのわけでカイジさん、今日も一発いつもの決めちゃっていいですか。カイジさんのために今日は決めちゃいますよ。いきます。皆さんにね、エリートの休日をどんな優雅なものかっていうのをね、見てもらおうかと思ってちょっと撮らせてもらいます。ではとりあえずこれで仕留めるんで、さらばジョブズ。あ、カイジさんね、すごいヤバくないですか。もうゾッとしますよね。あんな僕なんか絶対あんなことにならないんで、エリートなんてすごく怖い。やばい手紙。わお頑張れ。オーケー激アツ。おいいいよ。あ、よくない。オーケーでした。まあ、エリートの絶唱っすよ。あら、いやマジで脳汁。決勝だー。あー、ミドルスタート。あー、深いカットイン。よし、まあエリートは優雅に引きますよ。ありがとう。まあ復活もあるんで、こっからありがとうございます。本当に頑張って引いてよ。はい店長、スイッチそういえばですね、まあね、まあうちはゴキブリ出るっていう話してますけど、やっぱいつもはやっぱそれは目が合えばやつは逃げるんですよ。やっぱりやられると思うから。だけど今日だけはね、朝玄関にいたんだけど今日だけは逃げなかった。きっと今日だけは奴らも応援してやろうっていうことで、多分ね今日は見送ってくれたんだと思う。だからもしね今日これで PGG 引いてもし復活できたら
俺は今日そいつのために帰りコンビニでショートケーキ買っていこうと思う。もうね、ああいう姿を見るとあいつもね、あいつらも、もうね、俺の大事な家族だね。石田さんからなんか届いた。お米をいただきました。長野県の方からです。お米いただきました。もうこれでお腹いっぱいご飯が食べれる。でもうちあの炊飯器ないっす。いやめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。もうめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。もうやばい、絶対行かないといけない。いきます、三遊米。いや本当やばい。もうねこれね、まあ天井1回はいける。天井1回は間違いなくいけるだけのお金はちゃんとあります。ただこれ2回行ってしまうとですね、もう完全にお金なくなります。もうそうなるともう最後の希望はライン闇金のですね、もう斉藤さんしかいなくなっちゃうんですよ。でもその斉藤さんもこの養老手さんに召喚しないといけない。でもそれだけはもう絶対避けなきゃいけない。もう闇金はマジでやばいっす。もうね、ほんとあいつらは本当に羊の毛皮をかぶった本当狼だから、いや狼じゃない死神だから、あいつら。おはようございます。おはようございます。今日ね、カイさんにとってね最高のね、演技するまさに大チャンスだと思いますんでね、そこだけはねしっかりカイさんの方頑張ってもらいたいと思います。今回これ復活してもらって、まだカイさんと試合をやってないんでね、ぜひ復活してもらって、その暁には試合にバシバシ勝って、まさにパチンカスドリさあ、まあこんな感じで今日はね、僕の方もカイさん激励込めて皆さんにね、まあカイさんがもしね取れ高の方取れなかった時に準備しておきますんで、早ピね、取れ高準備しておきますんで、今日はねまた自分なりのね、皆さんに違った形で自分なりのフィギュア見せたいと思いますんで、よろしくお願いします。基礎トレーニングが大事っていうことで、この海物語で基礎トレーニングしていきますんで、やっぱ基礎トレーニングをまめに行わないと、やっぱりね、みんなどうしても皆さんジャンプに目が行きがちなんですけど、この基礎トレーニングステップこそが大事なんでね、そちらでねぜひいい最高の演技皆さんにお見せしたいと思います。今日は皆さんにね、魚群への反応の速さ、こちらをねお見せしたいと思いますんで、まあコンマ3秒ぐらいかなが目標で頑張りたいと思います。まあオリンピック目指すときはね、コンマ25まで持っていきたいと思うんですけど、まあ今オフシーズンなんでね、コンマ3秒、ここを目指してトレーニングの方しっかりやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。シーフード群の先が見えた瞬間にね反応しましょう。これをお見せしますんでね、皆さんも一緒にトレーニングしていきましょう。泡の時はダメですよ、動いちゃ泡の時は動いちゃダメです。お、チャンスですよ。さあシーフードのくちばしが見えた瞬間に大チャンス、大チャンス。カイジさん頑張ってください。4本目入ります。4ユーコ入ります。
7引いてこい。だーもうなってた。さあ5枚目入ります。はい、6枚目入れます。やばい、バイト代が消滅。くぅ、くぅ、それもうこれでもただ働きじゃねえか、お前この前の。よし、お前もうついに来てやったぞ、お前ここまで。お前覚悟しとけよ、お前。 V でそれ、V で、V でそれ、V V、V、V だよ、V V よーし、きた。 V だからな、 V、V だよ、V V 違う V だから、もう一回 V V、V V あー、ちょっと待って、じゃない。やばい、これやばい。いや、取ってる。本当に決まります。運命の地図行きます。絶対にある、頼む、取れ、回ってこい、頼む頼む。じゃあ本当に頼むって。うわー、本当おかしい。でもなんで俺だけ、なんでダメ、なんで。あー、誰か、こちらなぎばはディスクアップビッグビ倒し 100% ね、100発100中。これをね、リアルカイジさんのねエールとして頑張っていこうと思うんですけど、いや、さすがに2連敗で引けなくて終わる、そんなんじゃね男刺されると思うんで、僕がエールの代わりに100発100中決めて見せてやりたいと思いますよ。まあね、崖チャレ1、最高の名誉収録をね持つこのナギバがバシッと一発で決めてエールしてやりますよ。あの、俺だけハードル高くないですか。おー、熱い。おー、どんどん。おいー、さあビッグ来ました、青奈々です。じゃあ行くでー、最後レッツゴー 100% チャレンジ。この動画、ちなみに僕がビタ押し見せた瞬間に動画終わります。最後まで成功させてカイジさんにエールを送りたいと思います。いきます。あ、ありがとうございます。もしよかったらステッカー持っててください。本当に、あ、いいですか。 ありがとうございます。今フォロワーさんからもらいました。あと元に冷えたがる。すいません。いや、当たってもいいから。本当もうここで激圧、プッシュ激圧で、もう普通の当たりでもいい。あの、大丈夫します。激圧。チャンスか。わからん。じゃあ引いてもいいよ。全然引いていい。なーい、もう。嘘嘘嘘。もう当たれば、とりあえず当たればいい、とりあえず。よい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 よ、追加投資5万5000円残り残らない、くっさつめ、そうしよう、よいよいよ、これいいよ、あるよ、あるよ、もうわけわかんない、もう気持ち悪い。でもさっさっさっさ、激アツ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 、チャンス、じゃあ中断期だな、263ゲーム中断期だな、もう引っ張ってこい、おめでとうございます。お疲れ様、おめでとうございます。俺も続きます。おはようございます。おはようございます。なんで来た、どういうことですか、どういうことですか。俺ね、はい、
ちょっと総数精鋭で行きたかったから、はいはいはい、ちょっと9人に声かけてなかったんだけど、はいはいはい、どこでツイッターで大々的に言ってたから、僕もツイッターで知ったんですけど、あのチャレンジャー大集合ってやつは、はいはいはい、あの9人は入ってないから、ね、入れてちょ絵面がさ、ちょっとあのね、ちょっと待って、絵面ってなんすか。まあ確かに僕はこのね、気持ち悪いキャラみたいなんでやってますよ、気持ち悪いキャラみたいなんでねやってますけど違うじゃないですか、やっぱね、あ、この人はキャラでこういう風にやってるけど、多分あのブサイクっていうのを自分でこう言わされてるだけなんちゃうかなみたいな、もう本当は別にそんなことないのに、つまらないな、どういうことですか、どういうことですか、つまらないじゃないですか、本当に間違えてね、採用しちゃったよ本当に。いや、もう最後まで面倒見てもらいますからね、僕は前も言いましたけど、僕は最後までちゃんと面倒見てもらいますから。ちょっときついわ、ちょっときついってなんすか、早く負けてほしいわ、やめろやめろやめろ、みんな均等に扱って、本当に。とりあえずまあカイさんがまずゴッドを引くことが一番のメインなので、あのカイさんに向けてしっかりと、僕もエールを送りたいと思いますので、じゃちょっとだけ下がってもらっていいですか。あ、すいません、申し訳ないです。それではカイさんのゴッドを願ってグリーングです。決まりました、俺どこも言えねえ。今日朝親から LINE があって、連休中用事がないんだったらもう家にご飯食べおいでよって、もうすごい嬉しい LINE があったんですよ。でもやっぱ親だなって、やっぱね、こんなクズでもクズな息子でもね、心配してくれてるんだって、ちょっとね嬉しかったんですよ朝。そしたらね、その後ね、追加できた LINE、早くお金返してってきました。本当お母さんごめんなさい。あのよくあのよくお気力とかでおばあちゃんがやるんですよ、あの隣に座るおばあちゃんが僕が光るとこの、うわ、そうそうそう、行こう、決めよう、今目でも月経とか、よーやった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 、ということは、僕はもうこの世にいないということになります。最後にあなたたちへ、謝罪をしたいと思ってこの動画を残そうと思います。離婚をしてなんとか、まあ、依存症と立ち向かおうと思ってなんとか自分なりに手は尽くしたんですけど、やっぱり家庭というダムを崩壊させてからの僕は、まあ、病気を治すどころか、さらに借金まで抱えて、もう今現状もうどうすることもできなくなってしまいました。なので僕は卑怯かもしれないですけど、この世を去るという選択をしようと思います。本当に最後の最後まで逃げてしまって本当に情けないですけど、本当にごめんなさい。高弘幹弘、お父さんは君たちのことを信じてもらえないかもしれないけども、一日とも忘れたことはないし、いつもいつも君たちのことを思っています。
当にごめん。もう誕生日プレゼントも本当に買ってあげれなくて、もう本当にごめん。で、ゆうこ、ゆうこ、本当に短い結婚生活だったけど、僕に家族を与えてくれて、本当にありがとう。本当に感謝してます。どうか、どうか、幸せに過ごしてください。一家団らん、また取り戻す、いきます。V、よーし、はい、V、これでビンゴゲットです。
か、2回目変わったー、やったね、ビンゴゲットです。あー、来てる来てる来てる、ありがとう。よーし、熱い熱い、何これ。この3ヶ月よく乗り切った、お前本当にありがとう。もう本当に皆さんありがとうございます。本当にあの、ここからもうここから俺の新しい世界が開けます。いきます、開け、幸せを食べろ、いくぜ、よし行くぜ、まだまだ終わんねえぞ。今まで40年生きてきましたけど、もう今日がね、ほんと人生のね、ピーク。はい、ありがとうございます。いや今日一日おめでとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとう、本当に、いや本当によかった、おめでとう、ありがとう、やったやった、おめでとう、やったやった、ちょっとちょっとちょっとやめて、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 やめて。じゃあ、ほんとね、今日一日よくやりました。あ、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にありがとう。やることいっぱい。ありがとうございます。いや、本当おめでとう、カイジ。本当にありがとうございました。いや、本当おめでとう。本当にありがとうございました。本当ね、よく弾けた。いや、よくやったよ。本当にやりました。本当、まあ今日弾けたのも本当にまあ多くの方ですね。まあ特にはフォロワーさんとか、本当 YouTube のサブチャンネル登録していただいた本当皆さんのおかげで、あと今日来場してくれた方、もう本当に多くの方に応援していただいたおかげで弾けたゴッドだと思ってます。本当にありがとうございました。はい。ありがとうございました。じゃあこれでギャラありがとうございます。イエーイ、いやーいいな、ありがとうございます。6万9000ね。うわー、お疲れ持ち、疲れ持ち、これっすよ、これ、あれです、あれね、いきます、いきます、いいですか皆さん、この6万9000円まさにパチンカストリーいやーいいね、ありがとうございます。今日はありがとう、本当に忙しいのに。ありがとうございました。まあこれからもね、このイムチャンネルガキチャレ、本当みんなで一丸となってもうグワッと盛り上げていこう、みんなでね、頑張りましょう、みんなで。カイジさん、星をゲットしたんですよね。はい、はい、しました、はい、ってことは、はい、今日からまたチャレンジャーです。はい、チャレンジャー同士の本気の戦争にそんな何はいるんですか僕はいらないと思って、エリートは一人でいいんですよ。だから次会う時はまた戦争しましょう。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。カイさん、カイさん、スポーツ界における勝者は一人だけでいいんですね。次はね、お互いベストな、はい、ベストな状態で、はい、ベストなフィギュア打ちましょう。今日はありがとうございました。ベストなフィギュア、はい、はい、お疲れ様でした。いや、カイさん、今日本当におめでとうございます。ありがとうね、今日。よかったっす。ありがとう、ありがとうね、今日。いやでもね、ぶっちゃけそんな復活とかしなくてもよかったんだけどなそんな感じで、また次会った時は星もらうんで、ありがとうございました。ありがとうございます。いやね、カイジ、はい、お前さ、はい、今日一日、はい、本当にいろんな人にね、はい、助けられて、はい、今日一日、はい、まあ本当よくやったよ。ありがとうございます、うん、ただ、はい、お前一人で聞いたことじゃない、お前一人で復活したわけじゃないから、はい、はい、本当に、はい、うん、本当に、今日僕がゴッド聞いたのは本当に皆さんのおかげです。僕は今日この日を一生忘れません。本当にありがとうございました。皆さん、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。
いやー、よかったね。いや、ほんとですね、もう見てください、はよさん、これ。いやこれすごいよ。すごいでしょ、これ、僕のですねもう本当に1ヶ月しのげるぐらいの食料ですよ。で、このコーラも僕のご飯代わりです。本当にね、これ僕他のチャレンジャー知らないですけど、本当僕ね最近まともにご飯食べてないので、もうこれ本当に責任持って美味しくいただきます。本当にありがとうございました。今日復活できましたのも、フォロワー様の皆様のおかげ、そして、サブチャンネル登録いただいた皆様のおかげ、そして本日来場いただきました、視聴者の方のおかげ、そしてこの企画を組んでいただきた、ファヤオピー、そして関係者の皆様のおかげ、そして、今日撮影いただきました、パチンコ富士養老店様のおかげでありますし、そして最後に、被害一宮店様の店長スイッチ、このおかげだと思っております。本当にありがとうございます。でですね、まあ、本当に今日ね、今日この復活、まあ、皆様に本当にいろいろな力をお借りして、僕は復活できましたけども、まあ、その中で一番僕は影響が大きかったのは、ティガ一宮店さんの天井スイッチ、これに限るかなと思っております。本当ね、ティガ一宮店さんの天井スイッチは日本一です。まあ、どこのメーカー使っているものか分かりませんけど、もう本当にそれに尽きると思ってます。なので、今日はですね、感謝の意を込めて、直接ティガ一宮店のですね、店長さんにお電話して直接お礼をしたいと思っております。もしもし。あ、店長お疲れ様です。リアルカイジです。お疲れ様です。どうも。はい、今日はですね、ご報告と、俺のためにお電話させていただきました。ってことは、はい、やっちゃった。やっちゃいました。ありがとうございます。本当に引きました。ありがとうございました。本当に、ああ、よかった。ありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。もうこれもですね、全てですね、店長スイッチのおかげと、本当ティガ一宮店さんの引き、いやいや、とんでもないです。ティガ一宮千秋店さんの店長スイッチ、これはですね、日本一でございます。もうないからね。本当に店長スイッチのおかげで、もうマルチ店長スイッチ、もうさすがでございます。本当に皆さんありがとうございました。絶対に優勝してみせます。ありがとうございました。